家族一緒に作って美味しく楽しく食べられるとっておきメニューを紹介します。ちょっと変わったおしゃれレシピ、サバ缶トーストです。材料です。サバ水煮缶1缶 190g、 人参 120g、 長ネギ1/2本、生姜小さじ1、醤油大さじ1/2、みりん大さじ1/2、砂糖小さじ1、食パンです。人参、長ネギの白い部分をみじん切りにします。水気の切ってあるサバ缶を生姜、人参と炒めます。水分がなくなってきたら醤油、みりん、砂糖を入れてパラパラになるまで炒めます。食パンに炒めたサバ缶、チーズをのせオーブントースターで焼きます。次回もお楽しみに。